皆さんこんにちは。今日は販売用のお裾分けファイルの紹介になります。よかったら最後までご視聴お願いいたします。これ前回作業動画で作り方動画を上げたファイルになります。こちらに中身を詰めたのでそちらの紹介と、あとこちら、ミニお裾分けファイルを作ったのでこちらも紹介したいと思います。これは手のひらサイズのとてもちっちゃいお裾分けファイルになります。これ全部折り紙で作りました。こんな感じですごく簡単なんですけど、ちっちゃくて可愛くできました。繋がってるんですけど、この上にもこの上には絆創膏を入れてます。こちらシール、こう入れてます。こちらがマステ巻き巻きを入れてます。この上にはシールのメッセージカード入れてます。こっちにはミニメッセージカードます。こんな感じでちっちゃいものしか入らないんですけど、すごく簡単なので気に入ってます。こちらとこちら、これはお裾分けファイル作る動画で紹介したんですけど、ここにマグネットをつけました。中身ざっと紹介します。まずはレターセット、こちらには実体カット面も入れています。この上にはサンリオのメモとか、メモをいろんな種類の入れています。でこちらにも、ダイカットメモですね。こちらにもダイカットメモ入れています。全部ユニコーンのメモです。この上には作家さんのメモを入れています。こちらが食べ物系のメモを入れています。こちらのちっちゃいところにはまずはこちらがアイスバーのメモを入れています。こちらの中がいろいろなメッセージカードが入っています。でこちらの後ろがミニメモを入れています。最近お気に入りのパックのメモ
ちらがこちらのお餅を入れてみます。こちらの上にはここにはミニメモをいろいろ入れています。再カットメモを入れています。でこちら最後のページがあのフライングタイヤーで買ったんですけど、いまいち使い方はちょっとわからないんですけど、うさぎさんで可愛いので2枚入れときます。中身はこんな感じになります。こちらセットで販売いたします。最後までご視聴ありがとうございました。